はい。今回ね、ブラックビューが 5G に対応したタフネス,スマートフォンを発売するということになりましたので、ちょっとね、紹介をしたいと思います。まあ、以前にですね、大きてるの WP105G というね、5G に対応したタフネスマートフォンをね、発売するということで、えー、動画を作ってね、紹介させていただいてますけれども、まあ、ライバルのブラックビューもね、全く同じようにですね、タフネス,スマートフォンの 5G 端末を発売します。 はい。ま、あ11月17日から、ま、ワールドプレミアということで、ま、あセールがね、始まるということなんでしょうかね。はい。それではね、スペックの方を見ていきたいと思います。はい。まずはね、このキャッチコピーがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。事実に目を向けろ。詳細はそれからだということで、かなりね、上から目線なんですよね。で、すでにある 5G スマートフォンで十分かと、まあ、聞いているんですけれども、どうもこの端末はですね、このね、マイナス30度のね、寒冷地でも使用できると。 いうのが結構売りになっているようです。だから防水防塵対衝撃っていうのはね、まあタグネススマートフォンで当たり前なんですけれども、このマイナス30度っていうね、非常に温度が低い中でも端末が動作するというところがね、えー、結構売りになっているようです。はい、あともう一つはやっぱりね、5G に対応しているというのがね、一つの売りになりますので、まだ 5G に対応ではありませんということで、まあ他のね、タグネススマートフォンは まだね、4G のものが多いです。まあ、ただね、あの、先ほど言いました通り、まあ、大きさがね、WP10 Pro っていうんでね、えー、発売しますので、まあ、それとね、ガチ勝負になる端末ではないかなと思います。はい、先ほどのね、マイナス30度というところがね、一つの売りということだったんですけども、ここにも書いてあるんですよね。マイナス30度の氷点下においても基本性能を維持する、基本差が特徴ですということで、マイナス30度でもね、しっかり動作するようです。 もちろんですね、タグネスマートフォンですので、防水防塵対衝撃に対応しています。IP68 にも対応していますし、IP69K にも対応しています。あとね、ミル企画にも対応していますし、今回売りであるアイスモード、マイナス30度でも動作するというものになっています。 はい、あともう一つはですね、ナノモールド成形ということで、ちょっとね、詳しくはわからないんですけれども、とにかくね、これが新技術で、防水性能がね、結構上がったと。まあ、次世代のレベルになったということで、ちょっとここがね、新しい防水性能に変わっているようです。はい、あとね、メタルフレームを採用しているということです。 はい。あとね、アイスモードですね。これがもうさっきから一押ししている寒冷地における実用性を極限まで追求ということで、マイナス30度の中でもね、基本性能を発揮できるということです。で、まあ、通話とかね、SNS とかカメラとかそういったものはね、普段通り使えるということになっています。これはなかなかすごいですね。 はい。タフレススマートフォンの性能はね、そんな感じなんですけれども、スマートフォンの機能としては 5G に対応しているということで、メディアテックのね、ディメンシティの800を搭載しています。アンツベンチマークでは約30万点ぐらい出るでしょう。あとラムもですね、8GB、ストレージもね、256GB ということで、結構ね、大容量のものになっています。あとバンドの方なんですけれども、まあ 5G はですね、まあ日本でまだあんまり使えないんですが、一応 N の77ですね。 79に対応していますので、まあ、一応日本でも利用できるかなと思います。で、肝心な 4G の方ですけれども、こちらもですね、バンド1、バンド3、バンド8、バンド18、バンド19、バンド26に対応しています。あとバンド28も対応していますね。まあ、ですので、ほぼね、日本のバンドには対応しているということになります。 はい。あとはですね、このプロカメラシステムということで、カメラ機能も結構ね、押してるんですよね。4800万画素のカメラを搭載してるんですけれども、まあソニーセンサーですね、IMX582 を搭載していますで。インカメラの方がね、サムスンセンサーということなんですけれども、まあここにね、思いっきり書いてるんですけど、良いカメラはですね、良いカメライコール、 ハイエンドハードウェアプラス一流のソフトウェアプラス豊富な機能ということで、まあ以前に私がですね、同じね、センサーを搭載していてもかなりね、スマートフォンによってその映像の出方が違うということで、まあ比較のね、動画を上げてますけれども、全くね、それと同じことを言ってるんですね。まあですんで、その IMX582 っていうね、ハードウェア的には優れたものをね、搭載しても、 一流のソフトウェアがなければ、これはね、全然ね、いいカメラにならないということで、まあ、これはですね、今までブラックビームはっきり言ってちょっと一流のソフトウェアじゃなかったんですけれども、まあ、今回ね、ここをね、あえて歌ってきたということで、ま、あえてね、あの、ハードルを上げてきたっていうことなんで、ここはね、ちょっとね、期待したいと思います。本当にね、ハードウェアが良くて、ソフトウェアが良くて、初めてね、いい写真が撮れるっていうことなんで、ここはね、自分で言ってるんで、ぜひね、期待したいところですね。 カメラの詳細はですね、まだ出ていないのでわからないんですけれども、まあトリプルカメラっていうことなんですけれども、ただね、120度のワイドレンズにね、対応しているということなんで、広角カメラと、あとポートレートには対応しているんじゃないかなと思います。 はい。あとね、4K 撮影ができます。で、4K の30フレームで撮影できるんですけれども、まあ、このカメラのセンサーは IMX582 ということで、で、586っていうのがね、よく使われてるのであるんですけれども、まあ、それとの差はですね、4K の60フレームが撮影できるかどうかっていうところがね、大きな差になりますので、まあ、4K の60フレームってそんなにね、まあ、あタグネスマートフォンでは使わないと思いますので、そういう部分ではね、IMX582 で、ま、十分かなというふうに思います。 はい。ディスプレイの方はですね、フル HD プラスですね。あとパンチホールのインカメラになってますね。この隅にあるタイプになりますね。あとゴリラガラスを採用しているようです。 はい。あと、バッテリーの方がね、5280mAh ということで、まあ、ここはちょうどいい大きさかなと思います。あの、タフネスマートフォンでね、どうしても大容量のバッテリーを搭載しているものもありますけれども、まあ、そうするとどうしても重量が大きくなりますので、まあ、ここはもちろんね、えー、使用する目的によって変わってくると思いますけれども、やっぱり大きすぎるっていう方もいらっしゃいますんで、そういう部分ではね、5280mAh っていうのは、まあ、ごくごく一般的なね、えー、容量になってますので、まあ、これはね、普通でいいんじゃないかなと思います。 はい、あとですね、あの、液体冷却ですね。液冷も搭載しているようです。搭載している OS は Android 10です。はい、あとはね、指紋認証とね、NFC にも対応しています。はい、こちらのね、ブラックビューのね、新しい端末なんですけれども、まあ、これは毎回おなじみのですね、一応プレゼント企画をやっています。で、応募の方法もね、一緒です。大体ね、SNS をね、登録することによって、 まあね、一個ずつエントリーが増えていくというような感じになりますんで、えー、こういうね、YouTube の動画を見たりですね、えっ、ー、と、ブラックビューの YouTube チャンネルをフォローしたりですね、えー、Twitter アカウントをフォローすることによって、これエントリー数が増えますので、まあそうするとね、当たる可能性も増えますので、ぜひね、やってみてください。ただですね、これちょっとね、ケチってるのがあってね、この BV の6800 Pro が1台しか当たんないんですね。全体では、これね、50台当たるんで、 結構ね、あの、大盤振る舞いかなと思ったんですけど、実はこの新しい端末は1台しか当たりません。で、BV6000 っていうね、BV6000S か、こっちが20台当たって、BV の 8000Pro っていうのが20台当たりますんで、まあ当たる可能性はね、スマートフォンがもらえる可能性は高いですけれども、新しい端末は1台というね、ちょっと謎な感じになってますけれども、まあ一応ね、無料ですんで、ぜひやってみてください。はい、ということで今回はね、ブラックビューの 新しいね、5G に対応したタフネス,スマートフォンを紹介させてもらいましたけれども、まあ、これはですね、もろに起きているのね、WP105G とぶち当たる端末になると思いますので、もちろんね、えー、両方ともいいところ悪いところがありますので、まあね、どっちを選ぶかっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、ただですね、前も言いましたけどやっぱりね、この、いわゆる中国の中小スマートフォンメーカーにこのディメンシティが降りてきたっていうことで、まあ、やはりですね、このブラックビューとか起きている以外、まあ、あとね、弓デジとか、まあ、ウレホンとかありますけれども、 間違いなくね、ディメンシティを搭載したスマートフォン出してくれると思いますので、まあやっぱり全体的にそういうね、スマートフォンが出揃ったときに、まあどのね、端末がいいかなっていうことでね、選ぶのも非常にね、楽しいと思いますし、これからですね、まあこの 5G 対応の端末っていうのは結構ね、いろいろ期待できるんじゃないかなと思います。で、この、はい、今回紹介したね、この BL6000 Pro でね、ブラックビューの新しい 5G 端末なんですけれども、先ほどのね、プレゼント企画のページと、このね、商品の詳細が載っているページはですね、動画の説明欄の方にリンクをね、置いておきますので、そちらの方からご確認をください。 はい、今回は以上です。